こんにちは。今日の講義は書籍エルダー博士のトレードすべきかせざるべきかトレードの基礎と売買手法とリスク管理についてです。この書籍はトレーディングの第一人者であるアレキサンダー・エルダー博士が執筆した入門書です。トレーディングに興味があり本格的に学びたい初心者の方に最適な一冊となっています。まず第一章ではトレードすべきかせざるべきかという本質的な問いから始まります。トレーディングで生活できるのか、どれくらいの時間と労力がかかるのか、誰でも成功できるのかといった疑問に答えながら、トレーダーに求められる適性や心構えについて解説しています。エルダー博士はこう述べています。マーケットは富と自由をほのめかして私たちを魅惑するが、新参者は準備不足で深刻なミスを重ねがちだ、と。つまり、トレーディングへの過度な期待から、十分な準備をせずに取り掛かると失敗に終わりかねません。そこで本書ではトレーディングの世界に足を踏み入れる前に自分に適性があるかどうかを冷静に判断することが重要だと説いています。第2章ではトレーダーに求められる心理的な側面、つまりマインドについて詳しく解説されています。成功するためには時間とお金と熱心さが必要不可欠だと指摘しつつ、頑固で自立心に欠ける人はトレーディングには向いていないと警告しています。またトレーディングに適した性格特性をチェックできる心理テストも紹介されています。第3章はメソッド、すなわち売買手法について書かれています。ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析の2つの分析手法を比較し、チャートを読むことで群衆心理を読み取ることができると説明しています。さらにデイトレードとスイングトレードの違い、買い持ちと空売り、銘柄選定の方法、先物やオプション、FX など様々な市場の特徴、裁量トレードとシステムトレードの長所短所、注文の出し方、利益目標と損切りルールなど、トレーディングに関する幅広い知識が包括的に解説されています。第4章では、マネー、すなわちリスク管理の重要性が説かれています。エルダー博士は、すべてのトレードにおいて、ポジションサイズ、利益目標値、損切り値の3つの数値を事前に決めておくことを推奨しています。また、資産の 2% を超えるリスクを取らない 2% ルール、月間の損失が 6% を超えたら一旦休むという 6% ルールなど、具体的なリスク管理手法が提案されています。この書籍を手にすることで、トレーディングの世界に初めて足を踏み入れる方は、自分に適性があるかどうかを冷静に判断することができるでしょう。トレーディングへの過度な期待から生じる深刻なミスを避けられ、しっかりと準備を整えた上でこの分野に挑戦することが可能になります。一方でトレーディングに向いていないと自覚した方は、この書籍を読むことでイライラや無駄な損失を回避できます。エルダー博士が頑固で自立心に欠ける人はトレーディングには向いていないと警告しているように、自分の性格特性を冷静に見つめ直すきっかけにもなるでしょう。すでにトレーディングを始めている方も、この書籍から多くの示唆を得ることができます。第2章で紹介されている心理テストを活用することで、自分の長所や短所を客観的に把握し、改善すべき点を見つけ出せるはずです。成功するトレーダーに求められる心構えを身につけることができるでしょう。第3章では、ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析の長所短所が明快に解説されています。自分に合った分析手法を選ぶヒントが得られます。またデイトレードとスイングトレードの違い、様々な市場の特徴、裁量トレードとシステムトレードのメリットデメリットなど、幅広い知識を身につけることができます。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら心身ともに健康であることが、私たちの幸福感や生活の質を高めるために不可欠だからです。健康であれば仕事や趣味に集中できるだけでなく、人生を満喫するエネルギーも湧いてきます。そのため健康管理は私たちの生活において重要な役割を果たします。健康管理において欠かせないのが適切な運動と栄養管理です。特に理想的な体型や健康状態を維持するためには、専門家の指導の下で効果的なトレーニングを行うことが重要です。そのようなニーズに応えるために、今回はライザップ結果にコミットプライベートジムを紹介したいと思います。ライザップは専属トレーナーによるマンツーマントレーニングを提供しています。
個々のニーズや目標に合わせてカスタマイズされたプログラムを作成し、一人一人に最適なトレーニングを提供します。これまでダイエットやジム通いが続かなかった人にとって、このマンツーマントレーニングは非常に効果的であり、持続可能な結果を得ることができるでしょう。また、ライズアップは食生活やメンタルのマネージメントにも重点を置いています。健康的な食事習慣の指導やメンタルサポートを通じて、トレーニングだけでなく生活全体を健康的に改善することを目指しています。これによりリバウンドしにくい体作りが可能となります。さらに、ライズアップは30日間無条件全額返金保証を提供しています。これは顧客満足度に対する自信の表れであり、安心してサービスを利用できるという保証です。トレーニングの効果を実感できない場合は全額返金されるため、リスクなく挑戦することができます。このプライベートジムでは1日50分、週に2回のトレーニングで無理のないペースで成果を上げることができます。個室でのトレーニングなので、周りを気にせず集中して取り組むことができます。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。